ビー・アジンとヘルデンをリリースしていた。2000年に、ジュディスが、ハンブルクのポップミュージックワークショップで、ドラマーのポーラロイとキーボード奏者、ギタリストのジャン・ミッシェル・トゥレットに出会った後に結成した。その後まもなく、マーク・タバス・ソルが、ベーシストとして、バンドに加わり4人組となった。発表したアルバムのうち、1枚が、プラチナ、3枚が、ゴールドに認定されている。 2012年4月4日、公式ウェブサイトでバンドが無期限の休止を発表した。理由は、バンドのメンバーの長距離移動の負担、家族との生活の確保、バンド活動における疲弊から仕事へのモチベーションを失ったためと発表した。ありがとうございます。